令和5年7月21日、まだ粘っております WML です。よろしくお願いいたします。金曜日夜9時から開始しております。金曜ウレタンレース予選第1ラウンド第1組まもなくスタートいたします。出走ドライバーは増田選手、松井選手、かっちゃん、江村選手、赤木選手。前半戦はワイドツーリングクラスを実施いたします。前列は増田、かっちゃん、赤木、前列お三方です。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金ウレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。予選第1ラウンド第1組前半戦ワイドツーリングクラス、おっと、さあトップ勝山先頭。さあこれでトップは増田、2番手赤木、3番手松井、4番手江村、5番手勝ちゃん。さあ本日はミニスミーティング天体レイアウトで行っております。金曜レターレース、さあトップ走行は増田、さあ2位以降は少し団子状態だ。赤木、松井、江村、234タッチさんが猛追、5番手走行。さあレースは残り2分20秒さあ2番がちょっとプラスあったか、キープ。トップ増田、2番手赤木、3番手N 村、4番手かっちゃん、5番手松井。さあレースは残り間もなく序盤の1分が経過いたしまして2分となります。さあ依然トップは増田、さあ残り2分です。序盤の1分トップ走行、赤木、N 村、かっちゃん、松井の順。さあ、アタッククッション。さあこれで3枚抜かり、さあその間にさあトップ良かった。さあトップ赤木、2番手増田、3番手かっちゃん、4番手犬村、5番手松井。さあ中盤折り返し地点です。残り1分30秒インドワイドスリープラス予選第1ラウンド第1組。さあ残り間1分20秒です。さあ残りは間もなく1分、トップ赤木、2番手かっちゃん、3番手増田、4番手松井、5番手江村。さあ残り1分、残り1分、2分経過。さあ赤木トップ守りきれるか、かっちゃんもつい2番手走行、3番手松井もいい、松井って言ったら増田もいい、松井が4番手、5番手江村。残り時間は間もなく40秒です。残り40秒、さあトップラインを譲ってこれかっちゃんトップに帰ってきた。さあ残りは35秒、赤木は2番手いいペースだ。さあ増田3番手さあ残り30秒です。残り30秒、 M 村は多分車が走ってない、もう 4,5 回当たってるから。このレイアウトで基本オーバーステアってことですね。まずはT バーのビスが緩んでないかのチェックから始めてくださいね。さあ残り10秒です。かっちゃん、いや上位はもう一周入るね。一周約 9.9 秒弱、今日タイムアップ、タイムアップ、メガルボール全くゴー、マスイエンマクゴーレッド途中。さあ上位2台が19ラップ、ゴールゴール、はい、テンションゴールです。このかっちゃんの19ラップ3分7秒58。いやいや赤木さん、増田さんもいいですよ。仙台に向けて仕上がりなかなか順調ですね。はい、では続きましてワイドツーリングラス予選第1ラウンド第2組へ参ります。出走ドライバーは綿崎選手、勝田選手、勝ちゃん、上田選手、店長。前列グリッド、勝田、上田、店長、お三方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金ウレワイドツーリングラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。はい、トップで帰ってきたのは勝田。
勝田店長、上田勝山綿。トップを行くのは勝田。残って2分。番手店長。3番手勝田。2番手にカズちゃんが上がってきました。残り60秒。残り30秒。カズちゃんが近づいてきた。残り10秒。タイムアップ。1番ゴール、5番ゴール、3番ゴール、4番ゴール、2番ゴール、電車ゴール。勝田君19.3分5秒。金売りワイドツーリングクラス予選第1ラウンド終了しまして、集計結果が入りますね。はい、暫定ポールは勝田選手の19ラップ3分5秒、その後ろカズちゃん、かっちゃん、赤木、ここまで4台が19ラップ、18の一番前は増田選手が3分フラット9。さあ予選第2ラウンドワイドツーリングクラス、どういったレースになるんでしょうか。ミニッツミーティング仙台レイアウトの本日の金曜ウレタンレース、続きまして予選第2ラウンドへ参ります。第2ラウンド第1組出走ドライバーは増田選手、松井選手、かっちゃん、江村選手、赤木選手。前列グリッドは松井、江村、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金ウレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組3分が収録会レーススタートです。さあスタートしました。さあオープニングラップは、さあ松井が豊昇と、2番手江村、3番手かっちゃん、4番手赤木、5番手増田。おっとさあクラッシュだった。さあこれでトップ入れ替わり、トップは江村。さあ中央先頭赤いマシン赤木。さあトップは江村、2番手かっちゃん、3番手増田、4番手松井、5番手赤木。さあ序盤の30秒が経過いたしました。あっと転倒。さあ中央フォースアウト。 どっちでもいいよ。あ、焦げてる。さあ残り2分15秒。ちょっと序盤でバタバタと転倒などがありました。さあかっちゃんがトップに立っている。前半セクション、現在中央セクションに入っていく。かっちゃんがトップ走行、江村2番手黄色マシン、3番手は増田、4番手松井、5番手赤木。赤木は走れなくて帰ってきた。前外れてるかな。レースは残り時間1分50秒です。序盤の1分が経過いたしました。トップかっちゃん、かっちゃんがペース的には、19ラップの 9.61 アベレージ、暫定ポール更新ペース。さあかっちゃんが暫定ポール更新ペースだ。2番手江村もこのままいけば
大きくジャンプアップ、現在 9.8 アベレージ、19ラップペース出てますね。犬村選手3番手松田、4番手松井、5番手赤木、残り時間は1分20秒です。さあ折り返し地点を過ぎております。ファイドツーリングレス予選第2ラウンド第1組、トップ走行はカッチャン、現在中央セクション白赤のマシン、後方イエローパープルのマシンが犬村選手、間にはラップマークが2台いる。3番手に松田選手、白グリーンの模様の入ったマシン、現在中央セクションから計測ライン最終コーナー、松田が今日はいいですね。そして4番手松井、5番手厚木、レースオーダー、残り時間はラスト1分、ラスト1分、トップカッチャン、2番手犬村、3番手松田、4番手松井、5番手赤木。さあトップカッチャン注目してまいりましょう。現在2コーナー3コーナー付近、さあ中央セクションに入っていく。さあトップ走行はカッチャン、2番手犬村選手は2.2 秒でつける。さあこの上位2台が19ラップペース、ダブル中村が上位2台、3番手に増田、4番手松井、5番手赤木。レースは残り間30秒です。残り30秒、さあトップかっちゃん暫定ポール更新ペース、そして N 村も非常にいい、19ラップのアベレージは 9.74、 暫定79、暫定2、3位ペース。残り10秒。今松井さん、N 村さんと当たるかなと思ったけど、あれはさすがに待ちましたね。さあ間もなくタイムアップ、タイムアップ3分経過。まずはかっちゃんゴール、マスターゴール、ゴール、レストコチュー、レストコチュー、高木もう一台、まだです。松井選手で全勝これです。かっちゃんの19ラップ3分2秒35、さあ暫定コールが更新されました。さあ N 村選手も暫定2位タイムですよ。5秒台が今のところ3台揃いました。はい、では続きましてワイドツーリングラス予選第2ラウンド第2組になります。走ドライバーは若垣選手、勝田選手、カズちゃん、上田選手、店長。前列グリッドは綿崎、カズ、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。いいスタートを切ったのは綿崎選手、続いてカズちゃん、店長、勝った。綺麗に流れております。このヒント、ワッタンがいいスタートを切った。カズちゃんも続いて、カズちゃんよ、走ってトップを行くのは綿崎、カズちゃん早いこの2台が早い。3番手に勝った、4番手店長、アフェレージもぶっちぎり早い、意外とも太るな。これはワンツーいきそうや、この2台が。トップ綿崎、2番手カズちゃん、3番手に勝った、徐々にワッタンがカズちゃんを引き離しにかかる。これでも2台とも速い。残り60秒。もう1周行くんじゃん、20周予想。あー、カズちゃんが捕まった。ワッタン20周予想。カズちゃんは19に下がった。
残り30秒。タイムアップ2番ゴール、ちゃんゴール4番ゴール、1番ゴール、3番ゴール、5番ゴール、20周の3分8秒ゴール。20周決まったな。あーポールポジションは終わったんが、唯一20ラップをマークしました。あ、以上にてワイドツーリングラス予選レース終了しまして、上位4台、ワッタン、カズちゃん、カッチャン、エヌムラ、以上4台が、決勝 A シードです。 B グループ出走ドライバーは勝田選手、赤木選手、松田選手、店長松井選手、上田選手、以上6台でワイドツーリングラス決勝 B グループを行います。ご準備ください、ご準備ください。はい、参ります。チームレワイドツーリングクラス決勝 B グループ8巡回周回です。スタートです。さあスタートしました。キングレワイドツーリングクラス決勝 B メイン8分間。さあまずトップで帰ってきたのは勝田、2番手赤木、3番手松田。さあ4番手以降がちょっとガチャガチャしてるが、店長松井、上田。さあトップ勝ったが徐々にリードを広げていくが、さあ2番手赤木、3番手増田もまだまだ食らいつく。さあここが立ち上がりのボーダー、2番3番。さあトップ勝ったはさあぐんぐんと2番手以降を引き離しにかかっていく。さあ2番手赤木、3番手増田、さあこの2台はペースはほとんど一緒。さあ地味に店長が追いついてくる。さあその後ろ松井もつけるぞ。さあ2番争いが、さあ4台の四つどもになるか。さあ残り1分経過して7分です。さあ赤木がトップです。さあポジションキック。さあ2番3番が近い。赤木増田ヘルツノズ、さあ店長松井も後ろがやってきたぞ。さあ2、3、4、5のタイム差が 1.4 秒かな。2番手から5番手までが、さあ1秒ぐらいになったか、約1秒。さあ一気に圧縮してきた。さあその間勝ったは、さあおっとこれで3番手松田がミスって5番手まで交代。さあ3番手上がってきたのは店長、さあすぐ後ろ松井。さあ2、3、4。さあここはまだまだ近い。さあトップカッターもう独走状態。さあこれで、さあ松田がミスを繰り返して後ろ上田が来たぞ。5番6番争い。さあ残りは6分です。トップカッター2番手赤木、3番手店長、4番手松井、5番手増田、6番手上田。さあ近いところは2番3番で、5番6番も近い、 1.1 秒差。母上田が調子がいい。さあ先週ピングレ初参加で、おっと赤木がリーダー、これで一気に4番手まで交代。さあ2番手上がってきたのは店長、すぐ後ろ3番手松井。さあ4番手赤木は、さあ3番手の後方 1.5 秒。さあまだまだそれほど差はないが、さあミスってしまうと落ちていくぞ。さあその後ろにはトップの勝田がやってきた。さあ勝田はもう独走状態。さあ2番手店長との差を 5.7 秒まで広げています。さあ2番手店長、3番手松井、ここが一番近いですね。 0.5 秒差テルスノーズ。さあその後ろ 1.3 秒で4番手赤木、5.5 秒後方に5番手増田、
2秒後方に6番手上田、さあその上田の後方にはさあ2番手争いが来た。ああ上手、ありがとうございます。さあ残り4分20秒さあもうぼちぼち折り返し、さあハスターも完全に独走状態。さあ2番手争いが、さあ依然セールスノーズ船長松井、さあ4番手赤木はどこまで迫れるか。あペースはねでもね、このリラインがちょっと早いのかな赤木より。あっおっと、さあ店長が転倒、これで2番手に松井がまずいた。さあ3番手赤木、4番手店長、5番手増田、6番手上田。さあ各社ちょっと距離が空いてきましたね。近いところが3番4番赤木店長が 1.2 秒差。さあこの立ち上がりは2台ですので、今のとこ2番手松井さん、3番手赤木さん、ここがボーダーだが、さあその差が 3.5 秒。さあ徐々に離れていく、残り3分、さあ3分、さあトップ勝田は2番手松井との差を 6.7 秒にしている。2番手松井、3番手赤木は 3.6 秒差。さあ3番手赤木、4番手店長が 2.5 秒差。さあおっと、4番手店長、5番手増田、ここが近づいている 2.3 秒差。で5番6番増田上田が 8.2 秒差。さあ残り2分20秒さあトップ勝つは赤木を生かすさあ追いかけてこいとさあでも今日は松井のペースもいい。さあ赤木がおっと1コーナー刺さってますよ。おっとさあもったいない、さあ赤木が1コーナーミスって、松井とも差が縮まってたのに 3.9 秒まで開いた。さあ残り1分40秒。さあトップ勝った2番手松井、3番手赤木、4番手店長、5番手増田、6番手上田。さあ一番近いのは赤木店長、3番4番 2.2 秒。さあ勝ち上がりをかけた、2番3番松井赤木が 3.6 秒、他は5秒以上ありますね。さあ残り1分10秒。さあ松井赤木、さあ松井はもう完全に置きに行ってるペースか。さあ残り1分です。残り60秒。2番3番が 3.2 秒差。さあ赤木が猛プッシュ、さあ3秒差。さあただもう松井はもう完全にペースコントロールしますね。さあ間もなく残り30秒。トップ勝った2番手松井、3番手赤木、4番手店長、5番手増田、6番手上田。さあ松井赤木は 2.3 秒、残りは15秒。さあ2秒差、残り10秒。さあ残り2周かな。さすがのタイムアップ、次からゴール。おっと、松井ゴール、上田赤木増田ゴール、松田ゴール、回転車ゴール、6番ゴール、電車ゴール。ありがとうございました。キングレワイドツーリングプラス決勝 B グループ、トップゴールは勝田選手、2位松井選手まで勝ち上がり。
続きまして、キングレワイドツーリングラス決勝 A グループへ参ります。出走ドライバーは、ワッタン選手、カズちゃん、カッチャン、N 村選手、勝田選手、松井選手、以上6台走行、ご準備ください、ご準備ください。ほんまや。これは何かが起こりますね。では参ります。キングレワイドツーリングラス決勝 A グループ、8分間周回です。スタートです。早めのスターティングシグナルスタートいたしました。キングレワイドツーリングラス決勝 A グループ、オープニングアップは綺麗な隊列を整えてグリッド通りに帰ってきた。トップはった2番手カズちゃん、3番手カズ、おっとさあカズちゃんクラッシュ、これで3番手入れ替わり、3番手N村、4番手カズちゃん、5番手カズちゃん、6番手松井。ああ序盤に珍しくカズちゃんが見つかった。どこ1コーナー、誰や、1コーナーカズちゃんやっちゃった。さあトップは2台、ワッタン、カズちゃんが抜け出る。さあ3番手N村、4番手カッチャン、ダブル中村が3番4番、5番手に松井、6番手カッサん。さあカッチャンがクラッシュで、N 村との距離が空いたか。さあトップはあった2番手カッチャン。さあこの2台現在ストレートから1コーナー、トップ走行は白ピンクのマシン、ワッタン、後方グリーンのカズちゃん。今日カズちゃん結構切れてますね。さあコーナー切れてますよ。さあカズちゃんがトップのワッタンを追い立てる。3番手に N 村、黄色いマシン。さあ御年70歳 N 村選手、3番手走行、堂々の3番手走行。そしてカズちゃんが4番手、5番手松井、6番手勝田。さあその勝田の後ろにはトップ、あったカズちゃんクラッシュ、最初コーナー、これでワッタン勝つ。あー1コーナ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 ー、さあ潜り込んでいる1コーナー1コーナー、はーい。さあこれでカズちゃんが一気に5番手まで交代、順位整理します。トップワッタン、2番手 N 村、3番手カズちゃん、4番手松井、5番手カズちゃん、6番手勝った。さあまだまだレースは残り6分10秒、序盤の2分が間もなく経過しようというところ。さあトップワッタン単独、現在ストレートから1コーナー、白ピンクのマシン、2番手 N 村選手は後方 4.1 秒、すぐ後ろにカッチャンが迫ってきている。3番手、さあ2番3番が近い、 N 村 VS カッチャン。さあダブル中村の2番手争いだ、 0.5 秒差。その後ろ松井が4番手、5番手カッチャン、グリーンのマシン、6番手に勝ったが白。さあここの4、5、6も結構微妙な1秒から1秒強の距離。さあまだまだよ、あっと最終、さあカッツちゃん、カッツちゃんが引っかかって、これでポジションを下げる。さあカッツが一つポジションを上げて5番手。さあその間に2位も入れ替わりがあった模様。さあカッツちゃんが2位浮上。さあ N 村がタイムロスがあった3番手。さあ今度は2番3番、ダブル中村が前後入れ替えて、さあ距離、おっと松井が大きくタイムロス。さあちょっと2位以降ポジションが入れ替わりが激しい。さあトップワッタンが逃げる展開、2番手カッチャンとの距離は 4.6 秒差。ワッタン、カッチャン、1番2番 4.6 秒、3番手に N 村は前、カッチャンとの距離は 1.7 秒、4番手勝った、5番手カッチャン、6番手松井。さあここ近い、勝田、片山、松井見たまんま、勝田が白、青、その後ろグリーンがカズちゃん5番手、6番手に白ピンク松井。さあここが 4、5、6。さあバトル状態、さあこれで勝田、カズちゃんがテルツノーズ。おっと N 村引っかかっている。さあ危ない。さあワッタン一瞬ヒヤリとしましたが、さあこれで N 村が、3位だが、後ろに勝った数が来た。さあこれで3位争いが面白くなってきた、4つどもえ。さあ松井まで来て、 N 村、勝田、カズ、松井、さあ3位争い、残り時間4、おっとクラッシュ。さあ残りは4分10秒、まだまだ半分以上残っているレースタイム。キングレワイドツーリングラス決勝 A グループ8分間周回レース、まもなく折り返し地点。さあ熱いところは勝った片山、松井、残り4分。さあ4、5、6。さあこの4位グループが3位 N 村を飲み込めるか。さあ残りは4分切りまして、残り3分50秒。さあレースは後半戦に入っていく。キングレワイドツーリングラス決勝 A グループ、さあトップワッタンが逃げる展開、2番手カッチャンとの距離は4秒差。さあ4秒アドバンテージ、さあ約
まあ、半周弱というところでしょうか。さあ、ワッタンがこれで前クリアだ。さあ、間にはラップマーカーがいる。2番 N 村、いや3番 N 村、4番カッター、5番カズ、6番松井、そしてその後ろ、少し間が空いて2番のカッチャンが走行。あとはさあ、松井がタイムロス。さあ、これで最後尾、前との距離は2秒。さあ、松井カズが2秒。さあ、1コーナー転倒。松井痛恨、残り3分。さあ、これであとは松井はレースをかき回すだけ。それもできへんかった。さあ、残りは3分です。残り3分、クラッシュの後に、連続でクラッシュしてしまうのは緊張とか焦りもあるんですが、後半になるとね、電圧効果するんで車の挙動も変わるんですね。あとタイヤの状況もそのクラッシュで変わったりとかね、あのホイールスピンしてると変わったりするんで、そういった原因があって連続でミスすることもあります。だそういうのもある程度理屈で考えると対処する方法もありますからね。さあ、注目、今度は N 村勝田和。ここは3、4、5、黄色、青、グリーン。ここは3、4、5バトル。さあ、表彰台ポディウムをかけての3位争い。レースは残り、まだまだレースタイム残っている。残り2分10秒です。残り2分10秒。さあ、 N 村勝田和、注目3位争いだ。ストレート3台。さあ、トップはバッタン、2番手カッチャンは 4.2秒。さあ、この4秒強の距離がなかなか縮まりも広がりもしない。さあ、バッタンは前クリアだ。さあ、その後ろには3台、3位争い三つどもえ、イエロー、ブルー、グリーン、ストレートの3台。 N 村勝田勝野順。さあ、残り時間は1分40秒です。さあ、後半も半分が経過いたしました。レースは残り1分40秒。まだ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 3位争い、 N 村勝田和、隊列が続く。さあ、こうなってくると、おっと、さあ、 N 村一瞬1コーナー危なかったが、なんとかここはこらえた。さあ、ここは守りきっていきたい。御年70歳。さあ、勝田和がどう攻めるか。レースは残り1分10秒。さあ、あと1分強、頑張れおじいちゃん。さあ、その後ろ勝田和が冷静についていきます。さあ、残りは1分。残り1分。さあ、耐えられるか。残り1分。さあ、3位争い注目だ。三つどもえ、 N 村を先頭に勝田和。さあ、残り時間は45秒です。さあ、残り45秒。さあ、トップはワッタン。これ毎度完全に見ながらですね。いや、これワッタンが引っかかって3位グループが突っ込んでくるっていう。残り30秒。まあ、そんなドラマもないですか。さあ、その後ろにはね、2位の勝ちは見えてますからね。さあ、残り20秒。さあ、3位争い佳境に入ってきた。さあ、最終局面、残り12秒。カズちゃん引っかかった。残り10秒。さあ、N 村、あと1周半。さあ、勝田が届くか。ファイナルラップだ。さあ、ファイナルラップ勝負、3位争い。さあ、タイムアップ、追加のゴール。すごい、ギネス級の70歳ミネッツドライバーですか。はい、お疲れ様でした。トップはワッタン、2位カッチャン、3位 N 村選手でした。お見事でした。お疲れ様でした。いやいや、大したもんですね。すごいですね。はい、以上にてキングレワイドツーリングクラス全レース終了です。お疲れ様でした。では3分間インターバルです。インターバル3分後、後半戦オープンクラスを実施いたします。はい、キングレ後半戦です。後半戦はオープンクラスを実施いたします。引き続きミニッツミーティング仙台レイアウトで行っております。はい、予選第1ラウンド第1組出走ドライバーはカズちゃん、N 村選手、カッチャン、増田選手。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。キングレオープンクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。あー、難しいスタート。わーたー、さあ、クラッシュがあったが、あー、強引に戻ってトップカッチャン、2番手カズナ、3番手 N 村、4番手マスター。1周目少し危ないシーンがありましたが、
さあ2周目隊列が整っていく。トップカッチャン、2番手カッチャン、3番手根村、4番手松田。さあ4大走行の予選第1ラウンド第1組。さあ2周目以降は各社ペースをキープ。さあトップ走行カッチャンが 9.50 ベストアップに対して、カズちゃん9秒6、根村9秒47、根村が一番速い、根村9秒47。さあそして松田も悪くない 9.6。さあレースは序盤の1分が間もなく、おっとっと、カズちゃん最終やっちゃった、2番手入れ替わり。さあこれで何気に好調エヌムラ選手、いやトップカズちゃんが9秒2まで出ているが、エヌムラも同じく9秒2、カズちゃん9秒3、マスター9秒5。さあ残り時間は1分50秒です。序盤の1分が経過いたしました。金ウレオープンクラス予選第1ラウンド第1組。さあトップカッチャン、2番手エヌムラ 0.4 秒差、3番手カッチャンは 0.8 秒後方、4番手マスダは前との距離 2.4 秒。残り時間は1分30秒、折り返し地点で3分が周回です。さあトップカッチャンに食らいつくエヌムラ、カズちゃんもまだまだ3番手前との距離が近い。さあ1、2、3が三つどもえの 1.1 秒の間3台。さあトップ走行はカッチャン、マスダ 787B 赤白のマシン、おおエヌム、あっとカズちゃん再び最終コーナー、さあ2回目やっちゃった。さあ4番手には増田、残り時間はまもなく1分となります。残り1分、残り1分、金運営オープンプラス予選第1ラン第1組。さあトップはカッチャン、現在3コーナー4コーナー中央セクション、そしてそれを追います2番手エヌムラ選手。さあ1位2位の距離が 0.8 秒差、3番手にカズちゃんは遅れて 2.2 秒、4番手にマスター、残り時間は1分きまして残り35秒。あっとっと、さあクラッシュオン、さあエヌムラがクラッシュか、これでカズちゃん単独トップ、2番手エヌムラ、3番手カズが近い、残りは30秒、残り30秒。さあカズちゃん超セクション、あっとエヌムラ、さあ息切れしたか、したか、これで3番手に交代、カズちゃん2番手、残り時間は15秒です。残り15秒。さあカズちゃん2番トップカッチャン、2番手カッチャン、3番手エヌムラ、4番手マスター。さあ残り10秒、残り5秒です、残り5秒。さあ間もなくゴール、タイムアップ、マップカッチャンゴール、ゴールゴール、レース走中、レース走中。さあトップカッチャンが20ラップ入って、はいお疲れ様でした、全車ゴールです。カッチャンが20ラップの3分7秒04。はい、お疲れ様でした。キングオープンクラス予選第1ラウンド第1組終了しまして、続きまして第2組へ参ります。第2組出走ドライバーは綿崎選手、松井選手、勝田選手、赤木選手、店長、前列グリッド綿崎、赤木、店長、綿崎、赤木、店長、お三方前列グリッドです。はい、キングオープンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です、スタートです。残り2分。Thank you.
ホテル？ワッタン。ワッタン。高木店長。残り60秒。残り30秒。トップ渡った。2番手勝った赤木店長松井。終わった8秒だ。渡った絶好調。残り10秒。タイムアップ4番ゴール1番ゴール3番ゴール2番ゴール。さあお疲れ様でした。金で終わりで金でオープンプラス予選第1ラウンド第2組終了しまして、うん、集計結果はい出ます。さあワッタンが暫定ポールの20ラップ3分2秒カッチャンが20ラップの3分7秒。ワッタンがなかなか来てますね。ベストラップも8秒台突入している 8.99 をマークしている。はい、では続きましてオープンクラス予選第2ラウンドに参ります。出走ドライバーはカズちゃん、N村選手、カッチャン、マスダ選手。前列グリッドは N村、マスダ。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ早めのスターティングシグナル。わお、うわっ、すごい。あーっと、さあしかしクラッシュ。さあ1、2コーナーの攻防は非常にラインの選択、さあ非常にハイレベルなレースでしたが、さあ 2周目から隊列整う。トップカッチャン、2番手マスダ、3番手カッチャン、4番手エヌムラ。さあクラッシュがあったが、これで2番手入れ替わり、カッチャン2番手浮上。トップカッチャン、2番手カッチャン、3番手マスダ、4番手エヌムラ。さあこれで3番手入れ替わって、いや3番手泉村、4番手マスダ。さあ残り時間は序盤の45秒が経過いたします。トップカッチャン、これで単独走行、白赤のマシン後方グリーン、おっと危なかった。さあグリーンのマシンがカズちゃん、カッチャンとの距離はストレート1本分というところ。3番手似たような距離で泉村選手、イエローのマシン、4番手白グリーンがマスダ。残り時間は2分です。残り2分。さあ1分が経過いたしました。さあトップカッチャンが暫定ポール奪取を目指してひた走る。さあしかし先ほどのワッタンが非常にいいタイムをマークしている。どこまで追いつけるか。ワッタン上げる 9.17 ですかな。カッチャン現在 9.2。 さあここからさらにペースを上げることができるか。残り時間は1分20秒です。3分が周回です。折り返し点を過ぎております。金売れオープンプラス予選第2ラウンド第1組。さあトップカッチャン現在中央セクション、白赤のマシン、後方2番手カズちゃん。さあカズちゃんもいいペースだ。3番手エヌムラ、4番手マスダ。さあトップカッチャンが暫定ポールワッタンのペースどこまで迫れるか。さあカズちゃんもベストは出てますね。9秒0台まで出ているがミス。オーマイガー。さあ2コーナーでカズちゃんタイムロス。さあとはいえ、自己タイマー更新ペース、いやこれで同じぐらいになったか。残りは40秒です。残り40秒。さあ金売れオープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあカズちゃんがどこまでペースを上げられるか。カズちゃんとの距離は大きく空いている2.9秒差。さあカズちゃん、N 村、2番、3番が近い1.2秒差。さあこの周回でさらに縮まって1秒。
残り時間は20秒です。レース残り時間20秒。オープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ、かっちゃんこれで全前クリア。さあ、ここで残り10秒。残り10秒。かっちゃんがファイナルラップでどういったペースか。とはいえ厳しいか。わったん、さっき3分2秒ですか。ちょっと厳しい。タイムアップ、復活連絡ゴー。かっちゃんゴー。連続中まだ。はい、マスターゴールで電車ゴールです。さあ、トップゴールはかっちゃん20ラップ3分4秒55。さあ、暫定ゴールゲットはならず。ちょっとさっきのワットンは決めもええとこですね。ちょっと危ないかな。はい、では続きまして、キングエオープンクラス予選第2ラウンド第2組へ参ります。出走ドライバーは綿崎選手、松井選手、船長勝田選手。前列グリッドは松井勝田お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。トップ抜けてきたのは勝った。続いて松井、店長、ワッタン、赤木。お、松井がいいぞ。ワッタンが3番手上がってきた。EV 飛ばしてる。おっと、肩が止まってます。気をつけてね。はい、トップ勝った。2番手松井。松井さんいいっすね。3番手に上がった。2番手は松井、少し遅れだった。トップは勝った。残り60秒。残り1分。おっとー、オッケー残り30秒。残り30秒。タイムアップ。5番ゴール、1番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、2番ゴール、電車ゴール。はい、お疲れ様でした。トップゴールは勝った時は20ラップ入りました。3分5秒77。さあ、以上にてオープンクラス予選順位確定です。オープンは9台エントリーですので、上位4台、
ワッタン、カッチャン、カッタ、カズ、上位4台 A シードです。いや、3台、失礼。3台や、ごめん。カズちゃん、カズちゃんは B1 ですわ。上位3台ね。上位3台。ワッタン、カッチャン、カッタ、上位3台 A シードです。A4 以降で決勝 B グループを行います。キングレオープンクラス決勝 B グループ出走ドライバーは、カズちゃん、N村選手、松井選手、赤木選手、増田選手、店長。はい、ではご準備ください、ご準備ください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金曜日オープンクラス決勝 B グループ8分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。金曜日オープンクラス決勝 B メイン8分間。さあ、まずは、さあ、上位陣は隊列通り、カズさん、N村さん、松井さん、松田さん、店長、赤木、さあ、全6台、綺麗な隊列で、おっと、カズさん、さあ、N村が巻き込まれた。さあ、これでトップ、カズさんは変わらずだが、さあ、2番手に上がってきたのが松井、3番手、松田、4番手、N村。5番手店長、6番手赤木、さあ、さあこれで増田が少しミスって3番手に N 村が上がってきた。さあこれで456、増田店長、赤木、さあここは近い。さあこれで赤木が店長を生かして5番手に上がった。さあ残りは6分50秒。さあ、トップカズ、2番手松井、3番手 N 村。さあ、1、2、3、ここはまあ1秒ぐらいの相関感かな。さあ、4番手増田、さあすぐ後ろ赤木がぴったりマーク。さあ少し遅れて6番手に店長。さあ赤木がミス。さあこれで4番5番も少し差が開いた。さあ、トップカズさんがちょっとじりじりと引き離しにかかってきたか。さあ松井が少し遅れてすぐ後ろ N 村が近づいてきた。 0.3 秒差。おっと、1コーナー。さあ引っかかってたのは赤木か。さあこれで大きくタイムの差と、さあどうなる。さあバックマガとの絡みでちょっとごちゃっとしたが、ポジションは変わらず2番手松井、3番手 N 村、さあ4番手増田が、さあじりじりと、さあ2番3番やり合ってたら差が詰まってくるぞ。さあその4番手増田の後ろが赤木か、これがだいぶ空いてるのか、もうワンラップか。どこ行こう。さあ残り5分15秒。さあトップカズ、2番手松井、3番手 N 村、4番手増田、5番手赤木、6番手店長。残り5分。さあ残りは5分。さあコーナー大事だね。さあ近いのは2番3番、松井 N 村。さあビタビタテールスノーズ、うん、さあ 0.06 秒差。さあ残り4分30秒。さあトップはカズさん、さあギリギリと抜け出していくが、さあ2号とは赤木が先頭。さあ2番3番が、さあ依然テールツノーズ 0.4 秒差。さあ4番手マスダ 5.2 秒後方、そこからはちょっとだいぶ空いてますね。5番手赤木、6番手店長。さあトップカズさんは2番手との差を 3.4 秒差にした。さあ2番手3番手が依然テールツノーズ 0.2 秒差。おっと N がミス。さあこれで2番3番少し距離が開いた、1秒ぐらいかな。ただペースは N 村の方が速い。
あ、残り3分30秒。おっと、犬村がピットロードに帰ってきて、その後ろにトップのカズさんが来たら何かが起こりそう。おっと、犬村増田が 2.2 秒。2番3番もう6秒差か、だいぶ空いてしまいましたね。残り3分。さあ注目は3番4番 N 村増田。さあこの周で3秒差かな。さあ徐々に N 村が引き離しにかかっている。さあ残り2分40秒。トップカズ、2番手松井、3番手江ノ村、4番手増田、5番手赤木、6番手店長。さあ江ノ村増田がさあやっぱりじりじりと差が開いてきている。 5.3 秒。さあ江ノ村前との差もちょっと 4.6 秒、ちょっと単独になってしまいましたね。残り2分10秒。カズ、松井、N 村、増田、赤木、店長。さあ近いところがまあトップ争いかな。 3.3 秒差、ここが一番近いね。さあ他はちょっと3番4番も8秒以上の差になってしまいました。おっとほぼ楽か、後ろまで来てしまいましたね。残り1分40秒。カズ、松井、N 村、増田、赤木、店長。残り1分20秒。上位3台が一番近いね。他はちょっと10秒以上全部空いてます。残り1分。残り60秒。カズ、松井、N 村、増田、赤木、店長。あ、上位陣は各社ちょっと流しに入ったか。残り35秒。残り30秒。さあ2番3番おっと松江 N 村近づいたと思ったら N 村がめっちゃミスった。さあ残り15秒。まあこれ持ってもねポジションは変わらない。さあラスト10秒。残り10秒。さあ各社ファイナルラップに入っていく。さあ松井がもう一周届いた。さあ田島入った。さあ店長ゴール、江村カズゴール、松田ゴール、松井ゴール、あと1台2台ゴール。今日ありがとうございました。立ち上がりは上位3台カズちゃん、松井、江村。やはりベテラン硬いですね。でも松田選手も大健闘ですよ。はい、オープンクラス決勝 B グループ終了しまして、続きまして A グループへ参ります。ご準備ください。ソードライバーはバッタン選手、カッちゃん、勝田選手、片山選手、松井選手、江村選手。はい、では参りたいと思います。金売れオープンクラス決勝 A グループ8分間周回です。スタートです。せめて実況ぐらいね盛り上げていかないといけませんね。さあスタートしました。決勝 A グループオープンクラス。さあポールポジション1番グリッドから飛び出たワッタン、ポールショットゲット。
2番手かっちゃん、3番手かっちゃん、4番手かっちゃん、おっとさあ2番手入れ替わり、さあかっちゃん、あっとさあしかし先頭、さあかっちゃんが最後まで交代、これで2番手かずちゃん、3番手かっちゃん、4番手松井、5番手野村、6番手かった。さあレーサーこっからこっから、さあトップあったん、このまま序盤から逃げ切りたいてレースを決めるか。2番手はバトル状態だ、カズバーサスかっちゃん、さあそして4番手松井、5番手野村、6番手かった。まだまだレースは序盤戦、長丁場の8分間周回レース45秒が経過いたしまして、レースは残り、おっとさあクラッシュ、 H 内転倒、さあ、おい、さあ8回転倒で、残りはここで7分です。さあ1分経過しまして、転倒が2台出ている。順位整理します。トップあった2番手かっちゃん、3番手松井、4番手かった、5番手かっちゃん、6番手野村、さあ珍しくダブル中村が後方5番6番、あと1コーナー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 、さあ若干荒れ模様のところ、あ野村引っかかってる、さあちょっとどうなっているのか。さあトップあったがとにかく逃げてますね。そしてかつちゃんが2番手、グリーンが2番手、3番手に松井、さあ勝ち上がってきた松井が3番手、4番手かっちゃん、5番手勝った6番手犬村、さあなかなかの序盤荒れ模様となった後続集団、さあ中盤以降は荒れ模様、その間にポールシッターワッタンが大逃げ状態、さあワッタンが危ないクラッシュ車両も華麗にパスしていく。さあ2番手カズちゃんが現在ストレート、3番手松井がその後ろ1秒ですね。さあ2番様カズ松井が1秒、そしてカッチャンが4番、松井との距離は 3.7 秒、5番手カッタが1コーナー、さあいやカズやっちまった、さあこれでちょっとなぜ2人で入んの。さあ残り5分45、順位整理します。カズが落ちて松井2番手、さあ松井2番手は勝ち上がる松井が乱戦を抜け出てきて2番手走行、さあその間バッタンが大きくリード、2番手松井、3番手かっちゃん、4番手カズ、5番手勝った6番手野村、さあオープンクラス決勝 A グループ、なかなかの2位以降荒れ模様、江野村引っかかっている。さあ2位以降は大乱戦大混戦、残り時間は5分10、まだまだ3分も経っていない、残り5分10秒、トップワッタンが荒れ模様の中1台だけ淡々と逃げております。現在中央セクション白ピンクのマシン、残り5分、さあレーサー残り5分です。3分経過、残り5分、2番手松井、3番手かっちゃん、さあ松井かっちゃんがここは 3.6、 そして4番手、あっと刺さった残りは4分30、それでもワッタンまだトップ、松井はこれでこの周回2番手松井2番手キープ2秒、おワッタン松井、いやでもまだ3秒4秒ほど空いてて、2、3、3.6 秒、さあワッタン松井 3.6 秒で、松井2番手、3番手かっちゃんがここは 2.2 秒、4番手カズちゃん4秒後方、5番手勝ったが2秒、 N 村が遅れて6秒、いや6秒じゃん、あ6秒、残り4分、さあレースは残り4分、ここで折り返し地点です。さあ前半戦大混乱の中、ワッタンもヤバになってきた、さあワッタンも若干ヤバいぞ、さあ白ピンク、さあ前半戦は楽勝かに思われたワッタン、少し危ない挙動を見せている。さあそんな中松井がいいか、立ち上がってきた松井が2番手走行、ワッタンとの距離 1.5、 さあなんとなんとトップ争い白ピンクバトルが 1.5 秒差となっている。そして3番手かっちゃん、さあ怖い存在かっちゃん、松井の後ろ 2.2 秒、そうですことからないか。そして4番手にはカズ、カズちゃんが前との距離 4.8、 そしてカズちゃんの後ろ勝田選手、さここは空いてるか、あれカズ勝った、さっきまで1秒やったのに、カズが引っかかってたのか。さあ残りは3分です、いや3分か、残り3分、残り3分、ちょっと修正があれば直しますね。
残りは2分35。ほな、このままね。あー、マックスいい。やってしまった。2番手入れ替わり。さあ、勝也がさすが粘って粘って。2番手まで来た。さあ、トップ割った2番手勝ちゃん。4秒。とはいえ4秒。さあ、割ったん落ち着きを取り戻したか。さあ、後半戦残り2分20秒です。さあ、現在トップトークは白ピンク。これで割ったん前クリアだ。計測ラインから最終コーナー。白ピンク側をバッタンと、あっと転倒、転倒はこれは誰や、松井か、松井がこれで大きく順位を下げることになる。いや違う、松井カップ同一仲介、そこ同一仲介。さあ3番4番、今度は松井カップの3番4番の、いやカップちゃんもヘロヘロ。さあここ N、いや勝ったか、勝った同一仲介、 N 村が最高尾ね、6番ですね。残りは1分40秒です。キングレオープンクラス決勝 A グループ。さあ、波乱のオープンクラス決勝 A グループ。バッタンはこれで再びトップ走行。かなりアドバンテージを築く形となる。2番手カッチャンとの距離は 3.8 秒。さあ、今日はバッタン2立てなるか。レイさん残り1分20秒です。残り1分20秒。さあ、そして、なんとかどうにかこうにか、カッチャン2番手まで来たが、トップ、ワッタンまで少し距離はあるぞ、 3.9 秒差。さあそして、あーっとカッチャン1号だ。さあしかし戻りがね、さああそこほぼ何事もなく戻って、カズちゃんが最後の、さあ残り1分、残り1分。さあまだまだ最後まで何が起こるかわからない。さあハイスピード最高速カテゴリーオープンクラス、あー、あれ模様となった決勝 A グループ。残りは40秒です。残り40秒。トップあった2番手勝っちゃう、3番手待つ、4番手勝つ、5番手勝った、6番手沼村。さあとはいえワッタンが唯一8秒台をマークしている。レーサー残り30秒です。残り30秒。さあ近いところは松井和が 1.1 秒か、他は2秒、5秒、6秒空いている。さあ残りは15秒です。さあ残り間もなく10秒。さあ松さんがあと2周ですね。さあ残り10秒のゴール、松井危ない、松井勝つファイナルラップ勝負。さすがにここでタイムアップ、松井守りきった。さあゴールゴール、ゴールレース走行中。はい、お疲れ様でした。トップゴールは松さん、2位かっちゃん、3位松井選手でした。お疲れ様でした、まあ、もうベストはみんなほぼ似たようなもんですからね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。俺瞬着で止めてるけど。たまに止めてる。はい、以上にて、本日決勝レース戦の終了ですね。トップゴールバッター2位かっちゃん、3位松井選手でした。来週もありますよ。来週も金売れ。金売れまだ粘って粘って来週もありますんで、どうぞご参加よろしくお願いします。お疲れ様でした。